はい、こんにちは、タチアニです。いつものキャンピングカータチアニんちのトモさんの前から今日はお届けしております。富士見パノラマに来てるんですけども、ウィングヒルズのね V3 とそれから新設の出口のところのジャンプを、まあ、まだ飛べてなくて、それをなんとか攻略したい。でも富士見でじゃあどんな練習をしたらいいんだろうっていうことで、まあ、思いついたのが富士見の高速区間、まあ、いわゆる A コースの、まあ、ドロップであったりとか斜面が変わって飛んでいくところ、それをね今までちょっと抑え気味に走ってたなって思うので、ちょっと距離を出す、ちゃんとペースを維持して突っ込んでいく、進入していくっていう練習をしたらいいんじゃないかなと思って、今日はその練習をやってみようと思います。どうなるでしょうね。とりあえずもう下の鉄塔まで、それじゃあ富士見パノラマの高速セクションを全部飛んでいく練習です。ブラックイレブンから行くよ。よし、体動いてるかな。さあ、それじゃあ寝かしながら切り返し。飛んで、ふう、とってー、からうぅうぅぐるっと回して、さあまずは1個目、距離出す、距離出す、うわぁ、いえ、ここも浮かせていくよ、浮かせていくよ、そこね、飛べー、うわー、怖え。まだビビってんな。よし。
ああ。オッケー。じゃあね、また高速セクションで飛びますけど、今回はモッチーさんに追い取りをしてもらいます。なのでしゃべくりなしだからね。あ、モッチーのしゃべくり入るかな。俺の。待って、じゃあ行くよ。はい。お願いします。頑張ってみまーす。なんかちょっと前になってるから。です。大丈夫そうだ。ああ。今のは埋めてたね。引き当たりのところまでちょっとペース早め。はい。その後もう下り出したら。
っぽい。あ、一回止める。はい、はい、というわけでね、富士見パノラマでウィングヒルズの V3、 それから新設出口の対策の練習をしてみました。こんな感じで練習してる内容の動画とかもね、アップしていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録して続きのビデオも楽しみにしててください。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。タチアニでした。失礼します。